YouTube の時間です。AMG特集。ちょっと。車揃いました。そう、なんかすごくないですかこれ。AMG のオーナー差し置いてこれ。そう、今流行り。まあ僕にとってはちょっと悲しいかな。電電虫二つついてる。電電。ツインターボ。ミアスクツインターボ。そう、ツインターボ。ツインターボの。すごいところにあるの。ターボって見ると。あ、メンテナンスできるんですね。ここずっと気になってた。このマーク。これ AMG のマーク。ハンドクラフテッドバイ。スベンフレンドハッピーって分かんねえな。分かんねえな。もうちょっと。でもなんで500台乗っかったの馬力が、うん、ノーマルで何にもない、うん、このままでノーマルで GTR だと670これぐらいこれに匹敵するぐらいになってる、うんうん、でなおかつ GTS とこの GT での価格差が相場で言うと50万変わるか変わらないってことは中古買う時はさ GTS 絶対 S 買った方がいい GTS ですよ買った方がいい GTS あうこれも出してでもさ売るんでしょこれ売れますよしかも L 半です L 半でねそう左半俺ちょっと探してたんだなんで買えなかったんですかね左ハンドル怒っちゃうからね俺こういう人のせいですよねあいつまあまあいいやいいやでも本当にこの GT を買うんだったらもう中古車屋さんとして言えます GT を買うぐらいだったら、うん、ちょっとお金出して GTS 買うそうだね本当に価格帯そんな変わらない、うん、これ AMG GT 2台目だけど買ったのはい確かに S 白でしょ白で S 買ったことないこの前は、うん、そうGTS を買うべき、うんうん、R はちょっとね、思考が違うの本当にもうワイドボディだしワイドボディだしこれよりもワイドでだから GT とかねちょっとスポーツクーペに乗りたいなって人は、うん、SL63 買うんだったら絶対 GT、うん、間違いなく、うん、SL63 よりも絶対 GT、うん、それはもう絶対言える AMG を買いたい人はそう絶対そうした方がいい、まあ、この頃でいいんですけどないよねない、まあ、でもこんなね希少車種これもだって売ろうと思えば売るんですもちろん売るよだから僕はねこの夢の空間壊してほしくないんだけれどもSNS 多分日本で売ってるところそんなないですよね。だから極論言えば、2台売れちゃったら、売れたら補充するんで。まあ。無理やり。無理やり。SNS ないよ無理やり補充します。無理やり補充します。なぜなら、アリオスだから。ということで、僕が今、すごい興奮して、もうエンジン紹介してない。エンジンしか紹介してないんだよ。もうエンジンしか紹介してない。よくあるさ、トランクルームの容量が全然やってない。全然やってない。もう20分ぐらいもうエンジンの話。トランクに荷物積む気なんかねえからね。スペックはね、こうエンジンだけだな。そう。もう一個あった。はい。これね、GT を後ろ見ようよ。そう。後ろ見てほしい。あのね、GT のいいところで、これね、ゴルフバッグ詰めちゃうんですよ。全然余裕で。おお。ゴルフバッグ詰めちゃうんですよ。収納も全然楽々。うん、本当に。シェードもあるし。本当だ。ね、全然物入るの。で言うとね、こっちもね、結構容量あるんだよね。ん？トランク？トランク？あ、いた？エマージェンシー？ですね、割愛させていただきます。割愛させていただきます。でもね、変わんないのね、やっぱ。このカフェンウィング。このね、120キロ、あら120キロスピードが出ると、このウィングが開くんです。あ、自動で？自動で。うわっ！やっぱね、なんじゃこりゃ。ゴルフバッグはハーフセットぐらいしか入らないから。俺は入れっかな。そこ詰まれる。ヒロさんは入れるかもしれない。入れそう。ことは入れない。多分無理。これは容量ってことそう。どういう容量？サイズです。でも俺も寝れるよ。そう、うん。僕も寝れます。これさ、夜な夜なさ、ちょっとさ、高い山行ってさ、寝っ転がりながら彼女とさ、どう星綺麗だね、みたいな。できるよ。レンタカーだし。できる？いい枕ね。できるかな。できるってことにしましょう。あ、でも、なんかトータルで見ると、うん、GT 車はよくできてる。よくできてますね。よくできてるの。荷物めっちゃ詰まる。よくできてるの。本当にSLS の後継って感じですよね。そう。いろんなところがこう。SLS の無駄を省いて、そうそう、ブラッシュアップされてる感じが。ブラッシュアップされてるのが。そう、シーケンシャルなんです。これね、ハザードはついちゃうんですよ。
ほら。うわ、かっこいい。ならららん。ならららん。かっこいい。ならららん。ならららん。これかっこいいの。しかも、ハザードは普通に点滅なんですね。そうだね。あ、すごい、なんか分かりやすい、それ。え、かっこいい。で、しかも、しかも、この車、めちゃめちゃこれ余談なんですけど、車検証持ってった。純正のまんま。僕の車の時に。車検証持ってった時に、通りませんって言われて。なんで？バックランプついてない。バックランプね、ここなんですよ。え？ここなの。うそ？ここなの。そう。まあ、そうですね、せっかくなんで、ちょっとウィンカー一回止めてもらってもいいですか？じゃあ、止めていいか。はい。おお、こう純正の可変バルブがついてて、これね、純正の可変バルブだから、モード切り替え、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、レース、あと自分であの設定変えれる、記憶できる設定モードってあって、レースモードになると、かなりパワーも全部、エンジンの制御も全部レース仕様になります。今これ今これ高フォードかな、バルブ、これ今バルブ開いた。本当？そう。ちょっとレーシングしてみようもらいたい。イメージですけど、こう純正の水がすごいんだから、あら潮吹き純正のバルブってあんまり音変わんないイメージがある。しかも、AMG は僕に何でも聞いてください。これですね、純正の AMG のマフラーなんですけど、リアの太鼓何にも入ってません。え、そうなんだ。これさ、確かさ、方向もあるし、ディリートもっとうるさくないよね。もっとうるさい。これね。これね。なんかニュートラ静かなんだ、ね。そう、ニュートラ静か。なんかギア入れて、走るモードになるとうるさくなる。もっとさらに。なんか、パンパンパンって言いません？純正で。そう、まあ、グリッピングをするんですけど、これ、マフラーを変えるには、GT を持ってるオーナーさん向けのこの話で、GT を持ってて、マフラーの音物足りないな、アクラポ入れようかな、とか、ね、思ってる方。うん、まあ、こう言っちゃあれなんだよな。センターパイプ？センターでも何でもないの。これ、ダウンパイプ変えるだけでいいんです。ほうほうほう。まあ、ダウンパイプはね、FI でも出てるし、いろんなアクラポとかでも出てるんですけど、ダウンパイプ変えるだけでかなり音変わる。あと、リアピースが H、それを X にしてあげるだけで、かなり変わる。へぇー、さすがっすね。で、まあ、それ僕今ね、やってるんですけど、このダウンパイプに関しては、ワンオフでも作れます。おらら。まあ、その相談はね、アリオスにしてくれれば、僕のところに自動的に話が来るので、はい、いいんですけど、これはね、ダウンパイプ変えるだけでいい。なんか今の段階でもすごいたくましいことしましたけどね。そういう方がいい。そう、こっちこれはもっとやばいから。ちょっと、これもバルブついてるんですか？これついてない。ついてない？確かついてなかったですよ。これバルブないんだ。じゃあもう最初からやばいよ。NA だからね。全然違う。わかる？これ全然違うし、違うのよ。もう NA だよね。ザ NA、 ザ NA っていう感じ。すごいんだから、やばい。はい、はい、純正これ社長いじった？マジノーマルっすか？これね、やばい。すごい。今のはちょっとビビるっす。今日もこれも V8 独特の ね、ドロドロなんですよ。うわー、なんか欲しくなっちゃいます僕。買ってください、ぜひ。いや、そうですけど。ただね、AMG はいじりがいもあるし、まあ、もともと何もしなくても本当完成型のスペックなんだけれども、うん、もうパワー的にも遜色なくて、こっちを変えるんだったら間違いなくこっちあった方がいい。うん。それは。間違いない。これですよね。台数も少ないし、リセールもいいよ。そう、リセールいいんですよ。そっか。そう、台数が圧倒的に違うから。圧倒的に。なるほど。だから、こっちリセール正直言ってあんま良くないで。今買い時ですよ。今買い時ですよ。実際に1800万とか、1900万で乗り出し、新車乗り出しだったのが、今だいたい1000万弱。ちなみに、これ、うちでいくらで売ってるんでしたっけ、社長。売ってましたか。ですよね。そんぐらいですよね。破格の値段なんですよ、うち。切ってんの？切ってます、切ってます。絶対買うべきです。しかも、これ何がすごいって、ちゃんとカスタムされてるんですよ。そう、
ローダウンして H&R のダウンサス、ホイールも買ってんの、ホイールね、まずなんか自分のと思ったから、そうあの俺知ってんだ、ヒロさんってさちょろっといじったら車絶対自分で乗ろうと思ってた車、そうそう、なんだけど乗ろうと思ったタイミングで毎回売れちゃう、でも乗ったらいいのにと思うともう冬です、乗るタイミングがない、これね、この、メルセデス AMG に変わってから出た AMG っていう車は、うん、ドリフトモードとかある車なんだよ、うん、A45 とか、うん、そうなんだよね、ドリフトモードとか E63 とかだよね、そう E63 もそうだし、ね、ドリフトモードとか純正で、純正で、あのモードセレクトのダイヤルにドリフトって書いてあるの、まあ、それね、E63 はなんか裏モードある、ね、裏モードある、四駆なんだけどこういう時に裏モードが入る、 FR にする、へー、え、なんか意外にベンツって、なメルセデスさんってなんか遊び心あるんですね、なんか高いイメージなんだけど、モータースポーツやってるからね、そう、かなりその、モータースポーツ、ドイツのモータースポーツってのは本当ポルシェとか BM っていうのが先行してたイメージだけど、うん、今はメルセデスその結構、うん、スポーツ寄り、モータースポーツ寄りに車を作ってるイメージだ、なんかすごいちょっと感動しました、うん、なんかなかなか物価が低くないよね、そう、あの多分東北でてか日本でもこの2台見比べられるショールーム多分ない、意外と半分9割解説あなた、ええ、ヒロさん、いやいや、ほえーって、ほえーって、すごいのねーってあ、これも違うわ、そういうのはこのウィングね、可変ウィング SL、 まあ正直言うとまあ上げてばっかりでもねあれなんで、正直なことを言うと全然 SLS の方がダウンフォース効くんです、でっかいもんね、これそう、でっかいの、まあただただでっかい、こっちは120キロで上がって60キロで落ちるけど、これじゃあんまりダウンフォース効かない、うん、こっちすごいサイズが、形状がまた全然違う、違うな、うん、だけどあのね、これエディション1っていってもうウィングがついてる、あ、ある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 、 GTC とか GTR になってくるともうウィングがでっかいんですよ、わざと GTS のオーナーさんとかはわざと GTR っぽい、もう海外輸入した部品でウィングをつけてる、車外のウィングつけてる人が多い、本当にダウンフォース効かない、これで効かないんだ、だけど曲がるのは全然曲がります、うん、だからね、ヘルサーね、そう、あ、次、まあまあまあ、多分ね GTR ここに入ってきた時にね、また AMG 特集をねしたいなと思いますけれども、 GTR 欲しい、はい、ね、まあ、だったらブラックシリーズ欲しいかな、あのすいません、はい、言うのは簡単なんです言うのは簡単なんですよ、ただね本当に GT を買おうかなって悩んでる人はもう絶対 GTS 買うのが一番お買い得、うん、今この車はお買い得だよね、そう、お買い得安いしね、カスタムされてしかも値段も1000万切って距離乗ってないし左ハンドル完璧じゃないですか、完璧だと、しかも音が欲しい時はそうそうブラストで、ブラストに連絡してたり、まあ、うちであのコンピューターも全部やれるんで、そうそうなんですよね、ブラストって何でもできるんですよね、そうだからね、チューニングしたければいつでもどうぞ、もうあのアリオスに連絡いただければそうそうそう、もうすぐにおつなぎして、なんならねこのねカルボネールっていううちのねボディキットもあるし、ね、ボディキットもあるし、これを GT3 みたいな、うん、GT カーに仕上げることみたいな、そのボディキット写真どこに載せます、あそこですね、あそここんな感じでね、こんな感じでいると作れます、作れる、ただねこれだけはね本当にいい車だと思います、ただねこんな多分見てわかるとこの見て何なの、大人のおもちゃ箱みたいな車やろうかなと、やってんだもん、もうやってるんですよ、毎回これ言うじゃないですか、やろうかなと思っててやってるんですよ、だただね本当にガーリオス来てみてください、はい、そう、あのぜひ来ていただければちょっといろいろ車に対しての思いも変わるんじゃないかと、ちなみにカルボナーラっていうエアロは、カルボネーラ、あ、かもしれません、そのエアロもまあ変えると、めちゃくちゃかっこいいですね、本当にめっちゃかっこいい、あのなんなら AMG だったら僕が、営業に来ます、 AMG の商談あるよ、そう、電話いただければ電話しちゃうんで来てくれる、僕の出勤日はアディオスのホームページで見せてください、あのフットワークの軽さは多分最強だと思う、世界一だと思う、まあちょっとなんかまあ世界なんて前からちょっとあのすいません、あともっと言わせてもらえば誰ですか10分で済ませるって言ったの、誰ですか10分で済ませる、これ AMG 特集の普段の動画だと10分で済ませるってのは誰ですか、ただねこのまだ後期モデルになるとまだ1300から400ぐらいになってくると思うけど、後期化したい人、後期の盤面にしたい人、全然できます、スワップキットどんぐらいの、スワップキットでもちょっと高い120、30、うん、でもこだわりなければ結構やるって言ったらそれぐらい、こだわりなければ別にね安い前期の GTS 買って150とか、まあ高知に入れても200とかですか、うん、200かかんないかな、追って高金顔にできるんだったらいいですよね、全然。全然いいと思う。ただ、ね、ただめちゃめちゃ高いのはグリルとバンパー。それがなんで高いの？なんで新しいグリル。そう、新しい。あのパナメリカーナ。うん、あって言うんだ。すげえ、何でも知ってますね。はい、AMG アディクト。調べて。はぁ。AMG アディクトって言うんじゃない？AMG アディクト、あ、ちょっと僕日本人なんで分かんないです、ということでね、はい、ということで AMG 特集ということでね、すいません、
33分喋ってますからね今。うん、予定ね。予定じゃない。まあとりあえずね、AMG 特集ということで、神奈川県にある、ね、大和市の、月見の7の12の2のブラストっていうところの有吉東京支店から来ましたシュートが紹介しました。はい、これ多分カットされるね。いや、残しますここ残します。逆に残します。はい、ってことで今回はですね、はい、スーパーレアなこの2台を並べるという、はい、すんげえレアですよね、はい、もう多分ないと思います、はい、おこれ見れるのも有吉だけですよね、はい、っていうことでぜひしかも乗れるので、あそうそうそうだそうだ、もうこれこれワナンバーさ、これワナンバー、はい、そしてこっちもはいワナンバー、はい、そうだから買いたい人は買いたい人は乗り比べするので、あそう買ってもいい、良さが分かる、あ確かに、はい、ちなみにまだ SLS は1回もレンタル出てないんで、ソード走ってないです。ソード走ってないですよ、まだ。俺が明日飲もうかな。じゃあどうぞ。金いただきますよ、ちゃんと。ってことで、今回、はい、貴重な2台、インプレッションしてみたということで、はい、まあ、めったに見れないものなので、ぜひ、店頭で見に来てください。ということで、はい、チャンネル登録、どこにしましょう。はい、チャンネル登録こちらです。ということで、シュートさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、アリオスチャンネルでした。